はい、こんにちは、116ウィンズです。いや、ついにバウアーの契約が決まりましたね。昨年の NL サイヤング賞を受賞したトレバー・バウアーは今日ドジャースと3年総額1億200万ドルの契約で合意したと発表され、またバウアーも自身の YouTube チャンネルを更新してドジャースと契約するということを発表しました。昨日の時点でバウアーの移籍先はドジャースかメッツかのどちらかというところで報道されていたんですけれども、バウアーは最終的に昨年世界一に輝いたドジャースを選択したという形になりました。このオフ、ずっとバウアーがどこに行くかというところは注目されてきていて、でバウアー自身もそれを分かっていましたので、自分の SNS などでいろんな球団を匂わせてきてはいたんですけれども、2月に入ってスプリングトレーニングも目前という中で、ようやくこのオフ FA 史上ナンバーワンの選手が契約を結んだということになりました。ということで今回の動画ではこのバウアーとドジャースの契約について話していきたいなと思っております。まず正直なところ、個人的にはドジャースが本当にバウアーを契約できるとは思っていませんでした。ドジャースは贅沢税の課税ラインがかなり迫っている状況でしたので、まあ、それを超えたくないのであれば、このオフの FA 市場のナンバーワンの選手であるバウアーとの契約は到底無理だと考えていたんですけれども、ただドジャースと同じ地区を戦うサンディエゴパドレスがこのオフ大型補強に動いていましたよね。特に先発陣を非常に強化しまして、タンパベイレイズからブレイクスネル、シカゴカブスからダルビッシュ有選手、そしてピッツバーグパイレーツからジョーマスグローという3人の先発投手をパドレスは獲得し、先発陣を大幅に強化していまして、まあ、ドジャースを倒すことをかなり意識してチーム作りの方を行っていましたので、ドジャースとしてはそんなパドレスの動きに対して贅沢税を超えることにはなってしまいましたが、今回のバウアー獲得でそれに対抗したということになるんでしょうかね。パドレスの動きがドジャースを動かしたとも言ってもいいのかもしれません。でもう一つ、ドジャースバウアーが実現しないと思っていた理由としては、昨日の時点ではメッツ移籍が有力という話が出ていたんですね。冒頭でも昨日の時点で移籍先はメッツかドジャースのどちらかという話にちょっと触れましたけれども、ただ実際のところはかなりメッツが有力だという話が結構出ていまして、 USA Today のボブナイチンゲール記者なんかはメッツとバウアーが契約合意に至ったとまで報道していたんですね。この報道に関してはバウアーの代理人であるレイチェル・ルーバ氏や、また他の記者が否定はしていたんですけれども、ただこういった話が出てくるということはバウアーとメッツの契約は相当合意に近いところまで話は進んでいたんじゃないかと推測はできますよね。で実際メッツのオファーの方が今回バウアーがドジャースと契約した額よりも上だったらしく、ジョン・ヘイマン記者によれば3年総額1億500万ドルとメッツの方がドジャースのオファーよりも上の金額をどうも提示していたようでした。ただ最終的にはバウアー自身出身地がロサンゼルス近郊ですし、また大学も UCLA ということで地元の球団に入るという選択になりました。他にもドジャースがディフェンディングワールドチャンピオンであることや、ピッチングに関して様々技術を活かしているという点もバウアーにとっては好印象だったそうですね。ということでこうして世界一の球団に昨年ナンバーワンのピッチャーが入るということになりましたけれども、次からバウアーの契約の詳細について話していこうと思います。でこちらが今回のバウアーとドジャースの契約の詳細となるんですけれども、まず2021年シーズン、つまり来シーズンですね。来シーズンのバウアーの年俸はなんと4000万ドル、日本円にすると大体42億円となるんですけれども、こちらは来季 MLB の中で最も高い年俸となりますし、また MLB の歴史においても史上最高年俸ということになります。で続く2022年シーズンは年俸がさらに上がりまして、こちら4500万ドル、日本円にして 47.3 億円となっていまして、でこの2021年シーズンおよび2022年シーズンどちらについてもバウアーはシーズン終了後にオプトアウト、契約を破棄して FA となることが可能となっています。で契約最終年2023年シーズンは年俸がかなり安めに抑えられていまして、年俸の方1700万ドル、日本円にして 17.9 億円となっていまして、これら3年間を合わせて3年総額1億200万ドルの契約となっています。2021年および2022年に関しては今のところ MLB 史上最高年俸ということになるんですけれども、ただ3年目がかなり安く抑えられていますので、契約3年間における1年あたりの年俸は3400万ドルとなっていまして、こちらがドジャースの贅沢税にカウントされることとなっています。まあ、3400万ドルと言いますと、昨年のオフヤンキースとゲリット・コールが結んだ契約の平均年俸3600万ドルは下回るということになるんですけれども、まあそれでもすごい契約ですよね。でちなみにバウアーが来季受け取る4000万ドルという年俸はどういうお金なのかと言いますと、なんと MLB3 球団の総年俸を上回る金額となっています。
クリーブランドインディアンスが現在総年俸が3830万ドル、ピッツバーグパイレーツが総年俸3800万ドル、そしてボルティモアオリオールズに関しては総年俸3220万ドルとなっていますので、バウアー一人だけでこの3チームの総年俸を上回ってしまうというとてつもない金額であることがここからも分かっていただけるかなと思います。もちろんこの3球団に関してもこれから補強を行う中でさすがにバウアーの年俸は上回ってくる可能性はあるんですけれども、まあこういったところを見ますと MLB の格差というところを非常に実感します。ということで、たった一人で MLB3 球団の総年俸を上回る金額を来季受け取る予定のバウアーですけれども、詰まるところはそれだけ価値のある投手ということになります。昨年は11先発で防御率 1.73、 73回を投げて100奪三振、奪三振率 12.3 と圧巻の投球を見せて NL サイヤング賞を受賞。バウアーに関しては2018年以降は先発ローテーション上位クラスの活躍は続けていまして、2018年は途中怪我での離脱はありましたが、27先発で防御率 2.21、 ウィンズアボブリプレイスメント 5.8 を記録していますし、2019年はシーズン途中にレッズにトレードされてから結構散々な成績は残してしまったんですが、ただトレードされる前のインディアンスでは24先発で防御率 3.79、 156回3分の2で185奪三振を記録していますし、成績が悪かった2019年シーズンでさえものすごく悪かったとまでは言えないのかなと思っています。そして昨年はその2019年シーズンから見事なバウンスバックを見せてサイヤング賞を受賞。この成功の背景にはバウアーのボールの回転数が急上昇したということが頻繁に要因として挙げられまして、であまりの急上昇ぶりにバウアーが手に何かつけているんじゃないかという疑惑を呼んだりもしましたけれども、ただ現在バウアーが投げているボールの回転数というのは現状 MLB で真似できる選手はほとんどいないような状態で、バウアーが投げるボールは MLB の中でも異質な存在となっています。だからこそ昨年ああいった活躍ができて今回のような大型契約につなげることができたのではないでしょうか。そうは言ってもたった60試合のシーズンでサイヤング賞に輝いて、それで年俸4000万ドルの価値があるのかと疑問に思う方ももちろんいらっしゃるかと思います。その考え自体は全く間違ってはいないと思うんですけれども、ただ考えてほしいのはここ3年間のバウアーで本当にひどかった時期というのは2019年のレッズ時代の10試合だけなんですよね。本当にひどかったという意味では、それ以外は先発ローテーションの中で一定の活躍はずっと続けていますし、2018年シーズン、それから2020年シーズンについてはサイヤング賞か、あるいはそれに近いぐらいのパフォーマンスはバウアーずっと残してきているんですね。で、今回のドジャースとの契約ではバウアーの30歳のシーズンから32歳までのシーズンの3年間をカバーするものとなっていますけれども、この30歳から32歳という年齢は野球選手としては全盛期に近い年齢ですし、でしかもそのうち本当に年俸が高い期間というのは4000万ドルを受け取る2021年と4500万ドルを受け取る2022年のたった2年間となっていますので、ドジャースとしてはサイヤング賞のバウアーの全盛期を2年間それ相応の価値で契約したと考えれば、まあ、そこまで悪い契約ではないのかなと個人的には思いました。ドジャースとしては短期契約にして単年の年俸を少し引き上げる代わりにバウアーと長期契約を結んで将来的な編成にダメージを与えるというリスクを避けたという形になるのではないかと考えています。なので個人的にはそこまで悪い契約ではないと思っているんですけれども、このあたり皆さんの考えもコメント欄で聞かせていただけると幸いです。そしてバウアーの契約の良し悪しに問わず、バウアーがドジャースに加わったことでドジャースの先発ローテーションとんでもないメンバーになりましたね。もともとクレイトン・カーショー、それからウォーカー・ビューラーという2人の柱がいる中で、ここにバウアーが加わったことで先発3本柱は非常に強力になりましたし、またドジャースに関しては4番手以降の争いも非常に熾烈ですよね。フリオ・ウリアス、ダスティン・メイ、トニー・ゴンソリン、そして昨年は出場辞退しましたが実績のあるデイビッド・プライスも揃っていますので、さすが昨年世界一に輝いた球団といいますか、争いの次元が他のチームとは全く異次元ですよね。パドレスの先発ローテーションも非常に強力ですけれども、バウアーの加わったドジャースの先発ローテーションを改めて見たところ、いやこれどうやって勝つんだよと思ってしまうぐらいに相手球団からしたら絶望感すら感じるようなローテーションになったんじゃないのかなと思いました。パドレスのローテーションもそうですが、このドジャースのローテーションも来季1年間でどんな成績を残すのか楽しみですね。ということで、来季の NL 西地区はこのバウアーを加えたドジャースと大型補強を行ったパドレスとの一騎打ちとなることが大方の予想となっていますけれども、現在この2チームが NL の中でも最も強い2チームと言っても過言ではないと思いますので、地区優勝争いが実質的な NLCS と言ってもいいかもしれないぐらいの争いを来季見ることができるかもしれませんね。両チームメンバーが揃った非常にいいチームとなっていますので、来季は西地区でバチバチの頂上決戦が見ることができるかもしれません。ドジャースが地区9連覇を果たすのか、
はたまたパドレスがそれを阻止するのか、来季の NL 西地区の戦いから目が離せません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。